彩森は、新末民発の政治家。中国同盟会以来の古参の革命派人士で、中国国民党では、西山会議派に加わった右派として知られる。後に、国民政府で長く、主席を務めた。字は、古朝、号は、長一氏。商人の家庭に生まれ、1877年に、アメリカの教会が運営する、マスモト学校に入学し、 1881年には、鶴瓶映画書院に入学した。卒業後の1884年に、台北の電報局に勤務し、台湾割譲後復讐へ移った。1902年に、上海の税関である、公会館に移動した。その傍ら革命運動に身を投じ、復権学生会を組織し、そして、孫文が1905年に、 中国同盟会を組織すると、林と学生会の構成員もこれに加入している。1909年、厚生省の旧校関に移動し、後鉄城らと革命派の宣伝や、秘密の武装組織設立、多少の革命派との連携に従事した。1911年10月の武将起義勃発に伴い、林森は、後世の新軍統領が行くらに、 厚生省独立を宣言させ、急行軍政府を組織させた。林は民政庁に、ご鉄上は総参議に、それぞれ就任している。11月中旬に、各省と特府代表連合会が開催されると、林は厚生代表として、これに出席し、臨時政府組織大綱の制定や孫文の臨時、大総統選出に携わった。 翌1912年に臨時参議院が南京で成立すると、林森が議長に選出されている。しかし、孫文が臨時代総統の地位を譲ることになった遠征外が北京戦闘を要求してくると、林はこれに反発し、議長を辞任した。1913年4月、林は復権所選出の参議院議員となり、 参議院全員委員長に選出された。同年7月、孫が第二革命を発動、失敗したが、林は国会に残って、反円生涯の活動を続ける。しかし11月には、国会も停止されてしまい、林は日本へ亡命した。日本では孫文が結成した中華革命党に加入し、高校支持派の王子研究会にも名を連ねた。その後は、 海外、特にアメリカで、半円生外のための資金募集、海外支部設立などに従事し、1914年冬に国民党ビス総支部支部長に選出されている。遠征外死後の1916年8月、国会の再開とともに林森は帰国して議員に復帰した。国会では、判断機随の姿勢を明確にし、国民党系の県政省、 会の中でも特に急進派とされた、平心クラブに属している。1917年8月、孫文のご法運動に参加するため、林は、公衆に向かい、ご法軍政府外交部長に任ぜられた。しかし、翌年5月に、ご法軍政府が7総裁による、集団指導制に改められ、新春権が、主席総裁として孫から実権を奪うと、林は怒って、 上海に一時引退している。1920年11月、孫文が陳敬明の協力で新春権を失脚させると、林森も復帰し、公衆非常国会議長に選出された。その後、孫が目論ろむ北伐のために、海外で資金収集に当たっている。1922年11月、林は、巨高里率いる関東軍の援助を受けて、 復権省入りし、省庁に就任した。しかし、間もなく元は、関東へ引き返さざるを得なくなり、後ろ盾を失った林も、北京政府を支持する、殺人氷との清掃に敗れて、翌年2月に省庁を辞任している。7月、大本営建設部長、検事がただ市弁に任命された。 海樹公園内に立つ林森の銅像を1924年1月、中国国民党が結成されると、林森は中央執行委員に選出された。しかし林は、孫文が主張する、つらねそつらねども、不助農耕の三大政策には反対の立場を取っている。翌年3月に、孫が死去すると、林は、スーロラの反響右派に組みし、 同年11月に北京の西山壁雲寺で開催された右派独自の国民党第1期4中全会に参加した。林は西山会議派において中央常務委員見解外部長に任命されている。1927年9月西山会議派は反共路線へと転じた紹介席王朝名に合流し林森も 南京の新たな国民政府に参加した。翌年10月、林は立法院副委員長に任せられ、1929年3月の国民党第3回全国代表大会では中央観察委員に選出されている。1931年2月、立法院長古漢民が紹介席との対立の末に南京され、これに反発した。 王朝名らが対抗して5月に公衆国民政府を受立する。この時、林は公認の立法委員長に任命されたものの、すでに海外へ視察に赴いており、事務は代理の師匠も同期が担当した。また、林は公衆国民政府になこそ連ねていたものの、積極的な反省活動にはかかわらず、同年10月に帰国すると、 むしろ両派の調停に尽力している。同年12月、満州事変に伴う大道団結がなり、国民政府は再統一される。この時、小介席は政治的妥協から下野し、林森が公認の国民政府主席に就任した。以後、死去するまでの約12年間、林はこの地位にあり続けたが、実権は、 小解席が握り、林自身が政治的に大きな指導力を発揮する機会は皆無に等しかった。1943年5月、林森は交通事故で負傷し、それが原因で同年8月1日に重刑で死去した。去年77、林森は自ら青柴老人と自称するほど、福建小連校県青柴山の自然を愛し、 墓所も青柴山の傍らに建てられた。この墓所は文化大革命期に破壊されたが、5979年に修復された。台湾でも林森の功績を記念して、相当不脇の海樹公園には、彼の銅像が建てられ、また、中山区の日本人墓地跡に建てられた公園は、林森公園と名付けられた。このほか 台湾主要都市に林森の名を冠した道路が多数存在する。ありがとうございます。